いどうも画面の28、イケメン界の浪人生、キュンドリケリ、キュンドリケリこと、アキュンです。よろしくお願いいたします。イェーイ、ふぅー、キンキッズ大好きということでね、はい。そうですね、ダイスっていうね、グループがいるんですけどね、それが大好きで、ダイスと大好きとかけてるわけなんですけれども、まあ、それが好きで、で、最初のね、挨拶もそこからね、ちょっと引用してるんですけれども、まあね、何を隠そう、私こだっけんね、キンキッズが大好きなんですよね。もともとね。で、まあ、堂本剛さんが好きで、ね、小学生、高学年かな。中学生ぐらいずっと好きで、まあ、それぐらいがずっとね、先日の話なのですが、ずっと好きで、まあ、好きなんですけど、まあ、ね、まあ、どれぐらい好きかっていうと、雨って何って言われた時に、まあ、空気中の水蒸気が固まってどうのっていう答えと、まあ、空の涙みたいなね、答えとあると思うんですけれども、僕はずっとギターとね、涙の叫びでね、答えてたっていうね、そんなコーナーでやっていきたいなと思います。コメント、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたしますっていうね、もうエピソードもパクリすぎで申し訳ないですね。ね、雨の下りの部分は、某お笑い芸人さん のネタから撮ってますと。ね、ギターと涙の叫びって答えたっていうとこだけが自分のエピソードであると。ね。そんなとこですので。ね、今回もね、張り切ってね、楽しくね、スターホースポケットやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。ね、生放送ありましたね。6月のレジェンド、東海帝王。ね、ね、もう、生放送前にもね、お知らせでネタバレしてましたけど、ウォッカですよね。そして、ダイワスカーレット、皆さんお持ちですかって。私ほど秋はね、運よくというか、多分結構皆さん、ウォッカは持ってるんじゃないですかっていうね、サポケ、やられた方はね、プレの方にもね、やっぱりダイワスカーレットをね、設定してくださってる方が結構いますので、ね、ダイワスカーレット持ってらっしゃる方もね、多いんじゃないですかっていうね、両方持ってる方もやっぱりいらっしゃると思うんで、すごいですね。ね、私こうだけもウォッカと、ウォッカってあれなんかな、ウォッカとダイワスカーレットやったらね、まあダイワスカーレットの方が好きなんですけどね、やっぱりね、ウォッカはね、ヒンマ、うん、そうですね、16ぐらい、ダービーは勝ちましたけどね、やっぱり16、ヒンマ相手にっていうところがあったんで、あんまり強さをね、ピンと来なかったんですけど、やっぱり最後のね、ね、ジャパンカップ勝った時は、あれがね、やっぱ良かったですね。あれが全てを、ウォッカって強い、うわ、ウォッカって言ったからかな、ウォッカってね、強いなっていうね、証明されたんじゃないかなと思います。やっぱり、ね、ダイワスカレット強かったですけど、足がね、やっぱりちょっと悪くして、なかなかね、戦線離脱してたことも多かったんで、そう考えるとね、やっぱり無事これ名馬ですよね。素晴らしい、走り続けたのは素晴らしい。はい、というところでね、6月もね、レジェンド楽しんでいきたいなと思うんですけれども、あ、そうそう、でクエストでね、これクエストじゃない、イベントでね、スペシャルランキングね、実名馬ランキング第1弾ということで今ウォッカやってますね。セリーチの方でこうね、今配られてるチケットで交換できるんですけど、私こうだけはね、ちょっと残念ながらね、ただいま、厩舎が埋まってるような状態ですので、ウォッカができないのでね、はい、こちらね、ね、公式生放送のプレゼントありがとうございますということでいただきましょうね。魔法石60個は大きいですね。はい、ありがとうございます、助かります、運営さんいつもありがとうございますということでね、はい、で、なので、ウォッカを走らすのは次回にね、したいなと思います。ネタができてよかった。メダルがね、結構ね、前回の動画からね、もうちょっとコンスタントに出してるんですけど、期間がね、結構空いてしまってて、大変申し訳ないんですけどもね、なんせメダルが増えないと。当たらない。そんなとこなんですよね。はい。で、そう。でね、見ていただきたいのがあるんですけど、前回ね、いや、対策されてるんじゃないのこれっていう、ゾロ目が来ないよとかって言ってた
後の出来事なんですけどね、ちょっと見てもらおうかな。ちょっとね、見ていただこうかなと思うんですけど、こちらですね。はい。私こと秋きゅん。これ、レジェンド馬走らせてたんかな？レジェンド馬走らせてたと思うんですけれどもね、なんとね、まあ自分の方がね、4着になったんですけど、2着にね、94.4 倍のね、G2 から出したんですよ。なんですけども、94.4 倍のね、ハッピールックが2着に来ることでね、はい。3連単48,000。ね、483。48,300 倍の馬のね、馬券になったと。ねえ、そんなとこなんですよね。そしてですよ。ね、これ、同じ馬ですよ。で、ディープインパクト金、弥生賞から出したんですよ。その次ね、もちろん、皐月賞行くじゃないですか。皐月賞ですよ。はい、こちら。見てください。こちらも大荒れとなっておりますね。で、何がって言いますと、はい。3着のね、94.4 倍、8番人気のね、ミレニアムバイオなんですよ。ね、ワイドで買っとけばね、どっちも取、ね、取れてたのにっていうね、そんなとこなんですよね。残念！ね、どこが対策されてんねんっていうね、誰もお前のことなんか見てないわっていうね、自意識過剰やねんっていうね、そんなね、今しめの結果になりましたね。と、そうこうしてるうちにですね、私こと秋キュン初のね、演出が出ましたんでね、見ていただければなと思います。レジェンドですね。レジェンド生産です。まあ最初緑やったんでね、ちょっとうわどうなんかなと思ったらね、3つ目でね、洞窟が来たんですよ。お、洞窟来たわーと思って。おーと思ってたらね、ね、崖でね、ピンクやったんですよ。ん？どうなるんやと思ったら、はい！来ました！初神社ですね。これよく見ていただくとね、これね、よく見ていただくとね、星馬神社って書かれてるんですよね。わかります？スターホースっていうことなんですよね。はい。ということで、今回ね、まあ、パラメーターとしてはこんな感じですね。はい。特性ありません。ドバイミレニアムの子供ですね。はい。ドバイミレニアムとビブロス。で、ビブロスなんでね、青毛になってますね。で、ね、ダートは星、遠征も20丸っていうことなので、ね、これでやっていきたいな、これをね、ちょっと走らせていきたいなと思います。まあ、特性はついてないですけど、まあ、特性はついてないですけど、神社の演出ということでね、初戦 G1 からいきたいなと思います。はい、クラシック三冠は狙えそうにないので、ヒンマ三冠から、ヒンマ三冠をね、狙って出していきたいなと思います。よろしくお願いいたします。頑張ってね。まあ、ダーとか星なんでね、どうしようかなっていうことなんですけど、まあまあもうダーレアラビアンにして先行にしときたいなと。 2.3、 そうでもなさそうですね。ちょっと神社やからと思ってね、期待したんですけどね。うん、どうなんやろう。はい、ということで、もうね、これですね、 71.1 倍、これだけ買っときましょうかね。タイジュリエット、当たるときはね、続けて当たったりするんでね。誕生してきた大花賞、今年は果たしてどんな名品が。皆さんオークスどうでしたかって。そうだし、残念でしたね。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ、ね、そうだし残念でした。ちょっとあの勝ち馬の名前ね、覚えてないですけど、まあおめでとうございますということでね。皆さんどうでしたか、当たりましたかね。僕はね、買わなかったですね。うん、まあ、ソダシは多分飛ぶやろうなとは思ってたんですけど、ちょっとね、まあ小遣い制なんでね、お金の都合がつかなかったんで、ちょっとね、買わなかったんですけど、ダービーはね、ちょっとね、買わせていただきたいなと思っております。一応ね、一応パドック見て調子良さそうなやつから買う風にはしてるんですけどね。一応ね、今のところね、
皐月賞のね3位4位5着の馬からね狙おうかなと思ってますね。さあ何回言うてる間に直線なんですけど48秒やったんでまあいけるでしょう。ただそうなってくるとタイジュリエットがね伸びてないですね。おアイキュンジンジャ来た、ありがとうございます。ただ1時29分なんでちょっと30分のワールド狙いたいな。急げ急げ、間に合うかな。適正な馬体重です。あー間に合わなかった、しまったね。どうしよう。ちょっとその前にガチャをね忘れてたんでノーマルガチャ回しましょうか。イエーイ、おお1番出てる、ラッキー。なんかあれかな、なんか出たんかな、稲妻演出、逆転演出みたいな出たんかな。でもうウォッカー持ってるんでもういいかなっていうとこですね。はい来た。で、はい、ウィークリークエストも、何やかんやと達成しております。はい、ありがとうございます。ウィークリークエスト今達成してるってことは今週あんま開けてないってことですね。なのでなんですけれども、まあもらっておきましょう。ありがとうございます。よし、ちょっとやることをさすがに雑用を済ませとこう。神社にお参りすることを雑用っていうのはちょっとバチ当たるか。おー素質の周り、ありがとうございます。バチがね当たりそうな気もしますけどね。なんでよ、ラッキーなってよ。委託調教していた、はい、残念でした。こちらの方はちょっとね運が悪かったですけどもね。秋キュン神社くんね、ちょもうバーッと観覧チケットでね出したいなと思いますね。ウォッカキャンペーンやってます。余裕の一番人気です。いやみんなウォッカ走らせてるやん。ウォッカえダート出てきてんの、ワールドブリーダートに出してんのウォッカを。世界各国ダート走れるんですか。者たちがゲートが開いた、まずまずのスタート、ゲート開いたよっていうことで、前先頭行くのはルーラーオンアイス、1馬身リード、これを追って8番ゴーストラッパー、9番パリウッド、まあね遠征20丸なんでね規定しましょう。ここはねおっと一気に行ったエンデルマスクとエビナ、今日も勝利をつかむか、秋キュン神社と安藤騎手、さあ場内が騒然としています。場内が騒然としています。アドマイヤー、アドマイヤですよね。アドマイヤが4、先頭ステラノとゴーストラッパー、外からはエンゲルマスク、外をついて、おおいい勝負やな。秋キュン神社届くのかどうか、頑張る頑張る、ステラノとゴーストラッパー、エンゲルマスクも差を詰めている。ちょっとサインはもう5番の馬すごい、なんか客室やな、なんていう客室。残念、爆走暴走爆走、2着3番いいな。以上のようにね、せっかくだと欲しいのにね、もうこんなんやだわ。どんどん行きますよ、どんどん行かせていただきます。一番人気です。うわ 2.3、 ただいまよりね、まだウォッカ出てるやんっていうね。ワールドブリーダーズカップ、さあ飛び出した。あちょっとちょっと出遅れたんでしょうか。ちょっとちゃんとちょっとね、ちゃんとちょっとちゃんとちょっと見てやろう。そうですね、やっぱり皐月賞の3着4着5着の馬でね、ちょっとね今のところね勝負しようかなと思って、勝負しようかなっていうほどかけないですけど勝負しようかなと思ってますね。おっピラミッドあるじゃん。そして3番手に3番ルーラーオンアイス、その外からは6番ハリウッドワイルドキャット、そしてその後ろからスクワートルスクワート。大歓声が上がるカイロ競馬場、大歓声が上がるカイロ競馬場、頼むよ。大歓声も後押し。そうですね、エフフォーリア、皆さんどうですか、横山ね、たけしジョッキー。サイレンスも差を詰めてきている。一番内ダイハツムーブが粘っている、スクワートルスクワート懸命に追った。なんで三着やねん。ダイハツムーブ残念。おい、スクワートルスクワートやな、ほんまに。
はい、ということで、3着でしたんで、もう無難に、無難にですね、オークスに行きたいなと思います。いい感じですね。こういうとこでね、マンゴスチンをケチるからね、あかんねやろなと思うんですけどね。距離がね、ちょっと400、ね、ですけど、まあいけるでしょうっていう。はい、オークスはね、4000枚 G1 なんで、400m ぐらいであればね、まあなんとかなるでしょうというとこなんですけど、2着っぽいですね。まあ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 、400m ね、敵距離離れてるんでね、まあそんなもんかっていう、 1.8 倍かっていうようなね気しますけどね。まあ1番人気と2番人気も外して、全取り買っときたいなと思います。そしてあ、皆さんね、いろいろありがとうございます。コメントでね、こういう買い方みたいなね、コメントいただきましてね、ありがとうございます。まだね、参考にしてね、ちょっと買わせていただきたいなと思うんですけれどもね、何せ今覚えておりませんので、なかなか面白い、ちょっとね、そのコメントをね、今紹介することはちょっとできないんですけどね、内容をね覚えてないんでね、なのでね、紹介できないんですけど、でも面白いですね。なんかね、10の位と1の位を足してね、小数点の位、少数第1位とね、の数字になってるのを買うとかっていうのね、コメントいただいてました。ああ、面白いな。確かになんかね、そういうの気になったりするなっていうのね、あって、面白いなと思いながら。ね、ちょっとコメントの返事とかもね、遅れてますけれどもね、ちょっと、お待ちいただければなと思います。なるべくね、返していこうと、返せるようにしていきますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、まあ、20.0、ゾロ目であり、10.0であると。そして、さっき買ったけど来なかった馬券でもね、これ結構あるんですよね。なのでね、4とね、9、買っときたいなと思います。ワイドでね。ね、よろしく馬券ですよね。よろしくになるのか、それとも外れてシクシクとな、ね、なるのか、どっちかですね。はい。西の桜の舞台。スタートを切ります。さあ来い、桜の舞台から歌手の舞台ぞ。最初のスタンド前。さあ先行争いであります。先頭に立つや歓声が上がる山下郎。おお、歓声ね、こんなね、今人入れないですからね、コロナで皆さんもね大変だと思いますけどもね、頑張りましょうね皆さんでね。スターホースポケットプラスをしながらね、頑張りましょう。馬娘もね、皆さんやられてるかと思いますけれどもね。ね。そしていたいた秋健人やと安藤であります。私はね、私こだけはね、もうスタポケ派なんでね。で、皆さんどうですか、ダービーね。エフフォーリア。これが先頭ねえ、横山武史記ね、4年目でしたっけねえ、勝ったらすごいですね、無敗で2冠ねえ、応援してますけどね、ただどうやろうなっていうね、僕は疑問に思ってます。サトノレイナスもね、ルメール騎手が乗るんでね、ねえ来そうですけど、ただやっぱヒンマなんでね、どうかなっていう、ウォッカ、それこそね、ウォッカになるのか、それでもね、何でしたっけ、馬になるのかね、名前覚えてないな、出てこないな一番人気で皐月賞であかんかった大間さんですよね、女の子のね。さあ全然見なかったけど、大で力を見せつけることができるのか、秋キュン神社大歓声も後押ししているぞ。秋キュン神社は良さそうやな。山下ローレルは止まっ、ちょっと待ってくれ、山下ローレル、もう一杯か、ここで先頭に立った。メジロリリーよ、秋キュン神社が差を詰めてきた。メジロリリー、まだ粘る、まだ粘る。メジロリリー、まだ粘る、まだ粘る。いや、そうなるんやったらもう3着もいらんわ。これはハンシーレースになりました。メジロリリー1着、オークス勝ったのは12番メジロリリーだ。ひどいですね。まあ予想通りでしたけど。はあ、こうなんねんな。いまいちでしたか。ね、これよくあるパターンですよね。おい、混んでよかったよ、秋君神社よ。そうなん、そんなんやったら混んでよかったよ。
ね、これよくあるパターンですよね。あ、これね、毛色のお守りパックいいですね。これね、毛色のやつね、いいですよね。赤毛とかが含まれてなかったのがちょっとあれかなっていうような気もしますけど、でもね、あ、行くか。はい、これまあまあちょっとね、今日適正距離が外れてたんで、まあ仕方ないかなと思うんですけど、まあこういう成績あるあるですよね。ね、G1 勝って1着、そしてワールド行って WBC 行って2着で、出走権取って続けて行って3着ね、 G1 戻そう、 G1 戻して勝っていこうと思ったらね、負けるっていうね、これもな、この流れもよくある流れですよね。4000万円の G1 がいけると思ったけどな。まあまあそうですね、 2.3 ぐらいであればいけるでしょう。いけるかな。はい、ということでね、自分の馬は、まあ、ワンチャン飛ぶでしょうということで、5番人気にもかかわらずね、結構印がついてるね、バラシアね、そして 17.7 倍なんでね、これのワイドを買っときたいなと思うんですけれども、ワイドとね、馬タンで買っとこうと思うんですけれども、今なんか見たらこっちも気になるな、リデンハムね、自分の馬一番人気のね、両サイドっても結構来るんですよね、来るんですよねっていうか、そんな来る気がするんですよね。なので一応ね、三角もいっぱいついてることなんでね、そのことなんでちょっと行きたいなと思います。スタートを切りました、12頭ちょっと、そうそう、神社の演出なんでね、ちょっと頑張ってほしいんですけどね。ブルージャッジ、この辺りが出遅れました。果たして何が行くのでやりましょうか、ね、完全と飛ばしました。まあ全然ね、途切れ途切れの途切れ途切れになってしまってますけどね。まずは長い上り坂、4番黒い馬体プラネタリアスペクト、それから2番秋賢神社でありますね、アドマギハダルもね、殺技賞4着やったのにね、かなりオッズが下がってるなって、美味しいっちゃ美味しいですよね。なんかロードカランカナロアの子なんで、ちょ距離の方が心配されてるのかなっていうね、そんなとこですかね。でステラベローチェもね、殺技賞いいやし使ってましたしね、まあ吉田隼人ジョッキーっていうのがちょっとやはり気にはなりますけれどもね、共同通信杯も一番人気で5着と、ここ勝ってればね、かなり成績ね、よいいと思うんで、まあ負けてるんでね、勝ってたらればの話はちょっとあれですけどね、まあここもエフフォーリアに負けてるんでどうなのかなっていう気はしますけど、でもね、悪くはないですよね。流れるようにレースが進んでおります。で、両方レイクですよ。レースを引っ張るようになりました。ね、これもね、皐月賞5着なんですけれども、ね、ホープフルステークス3着、如月賞2着とね、成績自体良くて、上がりもね、常にね、レースのね、最速を出してるんですよね。で、川田ジョッキーっていうのがね、川田ジョッキーなんでね、まあまあ、いいんじゃないですかっていう、そんな気はしますけど、お1来てる、やめろ、天秤、天秤やめろ、このまま粘れるか、このまま粘れるか、ガーイギリスダービー勝ったのは6番テンビーだ、そんなことありますっていうね、一応ね、私が打撃のダービーは今のところそれなんですけども、そんなことあります、よく頑張りましたね、来てたのに結構6番ね、バラシアも来てたのに、これひどくないこれ、はい、 SP ランキング、これですね、実名馬ランキングね、ウォッカ東海帝王ダイワスカーレットですね、ね、6月のレジェンドになる大間さんですね。はい、ということでね、もうこんなん完全にこの成績見てください、よく見るね、成績じゃないですかっていうね、もうすでにね、私こと秋キュンね、もうやる気がね、もう出ないわけなんですけれども、ウイニングラリー、まあね、もうすぐね、もう6月なんで、なウイニングラリーだけ達成してね、ちょっとまだ置いとこうかなっていうね、そんなとこではありますけれども、もう何をどうしていいのかっていうね、
まあちょっと200距離適正でね、金馬三冠ぐらい取りたかったなーっていう。ただいまより投票受付を開始します。はい、ということでね、 1.3 倍ですけれども、そうですね、まあ馬券的にはね、このイコイコ151.5、これもね、これもなんかね、イコイコ馬券もね結構いいんですよね、来る気がするんですよね。ただね、今回ね、ほら、ケイユーマン、北斗ベガね、ノープルメロディ、これがね、人気の割には、オッズの割には印がついてるんで、丸がついてるんで、この4とね買いたいと思います。27812のワイド、ちょっとねメダルもねなくなってきましたんでね、ちょっと少なめにねしときたいなと思います。スタートを切りました。12頭、この大歓声が獲物であります。オークスは出遅れてるやん。ねね、オークスあれですね、ユーバーレーベンですね。ね、まあ結局デムーロ、ルメールで終わったっていうところなんですけれども、それよりもですね、やはりすごいのはハギノピリナ、16番人気の藤掛ジョッキーじゃないでしょうかね。そして4着がねえ、岩田ジョッキーですよ。そうですよね、なんかね、なんか揉めた2人がここでこうやって3、4で並んでくるんやみたいなね、思いましたけどね。なんかしばらく競馬とかね、離れて、競馬とかちょっと私こだけ離れてたんですけれども、ね、リーディング見たら結構ね、もう一昔前で入れ替わってますね。若手というかね、中堅というかねぐらいがね、ちょっと台頭してきてますね。すごいですね。松山ジョッキーももうね、もうリーディング上位ですからね。すごいすごい。すごいすごいと言いながら、ケイユーマンが3着に残りそうですけど、そんなガッチガチいらんねんなっていう。以上のように確定しました。はい、ありがとうございます。ちょっとね、ダーとかね、やっぱあかんかったんで、ちょっとスプリントにしてみよう、気分変えて。でね、スプリントもね、まずね、ここで後ろで噴水がね、プシューってなるでしょ。なった後これスキップして、これ振り返るとね、ほらスロットの画面見れるんで、ね、スキップしてもこれも確認できるんですよね、実はね。ゴードン・ロード・バイロン、世界最速の座をかけて各馬のギアがトップに入ります。頑張れ頑張れ。ダビアン・カペラ先頭、独走になっている2番手に頑張れ頑張れ。ダビアン・カペラが抜け出した。一番内、ダビアン・カペラが頑張っている。アキキュン神社、神社神社、ムチが飛んでいる。神社行け神社、頑張る頑張る。岡部とダビアン・カペラ、おダブレースが一着、あとは写真です。ほんま語れん、残念、ほんま語れへんも語れへんな。一着、こうやって馬体調節あんまちゃんとせんからあかんのかな。なんか勝たれへん時のこのね、チケット使ってね、観戦するのってなんか良くない気がするんだよな。なんか純粋な抽選されてないような気がしてね。まずまず揃って飛び出しました。そしてその後ろから11番稼働ジェネル、それからもう一頭9番秋キュン神社、おっと、そしてそのうちにメッカゼンデル、演出なかったですね。ちょっと離れているゴードンロードバイロン、さあ眠らない街ラスベガスがひときわ大きな興奮に包まれています。ひときわ大きな興奮に包まれてるぜ。先頭行くダビアンカペラいっぱいになった。よしよし、意地を見せるか、ここでは負けられない。秋キュン神社、外を通ってマルシャンドールか、これは頑張れ頑張れ残れ、力するするやったー。が突っ込んできている。秋キュン神社、マルシャンドール、馬体があったところがゴール板。ありがとうございます。内からスルスルと来てましたけどね。やりました。はあ、ただね、もう全然ランキングとかももう狙えない状況なんで、まあのんびりね、まあラリー梅に使いたいなと。はい、ということでね、チケットもまだありますんで、観戦したいなと思います。はい、3.9 倍です。
ね、どうなんですかね。結局ね、もうオッズの見方とかもなんかね、最近よくわからなくなってきたんで、あまりね、気にしてないんですけど。さあ、緊張の石。起伏の激しい難コース、スーパーなんか自家製サンバもね、なかなかね、うまくいかないんですよね。金馬群は出るんですけどね、やっぱうまく走ってくれないんですよね。一番人気の秋キュン神社、その外、ヘロド、一番後ろにシャチいるじゃん。外を通ってアーバンストロング、さあオルコックが逃げる、オルコックが逃げる、これを追いかける角馬の音だけ、音だけ、クラクションの音だけ。秋キュン神社は2番手、このまま抜け出すか。クラクションオルコックアラビアンが抜け出した。秋キュン神社懸命に追う、さあこのまま逃げ切ってしまうのか。先頭どうかな。オルコックアラビアン、秋キュン神社が3番手、一番内、オルコックアラビアンが特性がついたらね、なんかここで変な伸び方してくれるんですけどね。懸命に追った、しかしびっくりだ、なんとなんとゴドルフィンバルブが1着。ゴドルフィンバルブよく頑張りましたね。はい、ということでね、4着でしたと。2着、9番。もうこんなばっかりなんですよね。なんか遠征がついたところで結局ね、こうやって負けるっていう、どうしよう。なんかね、せっかくダートがね、星なんでね、この辺埋めときたいなと思いますね。え、まあ馬体重調整が良くなかったからな。うん、はい、ということでね、ドバイワールドカップ行きます。どうかな、買ってくれたら嬉しいですけどね。はい、ということでね、7番人気で、丸がついてるんで。っていうのと、ね、チェロキーラン 32.0。そして、ね、4、ジゴロですね。ジゴロ馬券ですね。1、2、9。よし、頼むぜ。世界各国のダート校舎たちが集いました。果たして砂漠の覇者とねえ、ダート星なんですけどね。12頭であります。2頭ほどスタートの悪い馬がいますが、8番アルカング、それから12番バレンダー。さあ、何勝ったっけ？先頭争いであります。コロニアルアフェアが先手を取りました。あれ何勝ったっけ？ストリブ＆ロージ。1と外から行こうというところ。それから1と9覚えてるんですけど、1、2、9でしたっけ？これが一番ほんま覚えてない。やばい。もうね、勝って、ね、スタートのあの三角を押した時点でね、もう忘れるんですよ。それからもう一頭、5番ベストパン、さあどうかな。それから離されまして、チェロキーラン、それから1番キッシンクリス、外を通りましてミッショナリーリッジ、その後ろ3馬身くらい。どれが人気なかったっけ。何も覚えてないわ。踏み締めて各馬が栄光のゴールへ向かいます。9覚えてんねん、9覚えてんねん。先頭ヤビルヒズデューが抜け出した。さらに内、9来てるじゃん。3手にヒロキーラン、このまま粘れるか。ヤビルヒズデュー外を通って、アキキュン神社か。お、アキキュン神社混んでいいのに。ヤビルヒズデュー1着、ドバイワールドカップ、勝ったのは4番ヤビルヒズデューだ。え、アルカングが人気ですよね。デビルヒズデューって人気ですか。やったー、ありがとうございます。3番人気か3着9番、以上のように確定しました。いや、惜しかった。あ、惜しかった。これ今度よかったやんね。えっていうか、海外も得意やのに、ダートも欲しいやのに、全然勝たへんやんっていうね。どうなってんのこれっていう。え、ほんまに、ちょっと待って、海外得意コース海外ですよね。で、ダート欲しいですよね。で、遠征も20丸ですよね。え、ひどくねみたいな。ちょっとラリーだけね、埋めたいなと思います。なので、ビクトリアマイル行って、まあ、そうそうね、1時間なんで、ビクトリアマイル行って、帝王賞行って、終わろうかな。素晴らしいです。素晴らしいですってね、状況だけ素晴らしくても仕方がないんよ。はい、ということで、ビクトリアマイルです。返しします。はい、ということでね、1.3 倍なんですけれどもね、東亜ダーリンいいですね。 56.0 でね、3着が続いててね。ノースフライトね、4着ばっかりですね。そこら辺でちょっとね、人気落としてるのかなっていうね、というところなんですが、がですよね、秋キュン神社、私、僕の馬と、ノーツフライトでね、3.3 なんで、いや、待って、東亜ダーリンもこれ、あれやな、
してんな。来てるな。まあ、東和ダーリンのね、ワイドでしょ。でね、3連単で、まあ僕のが 1.3 なんで、まあ勝つでしょうということでね。まあまあ、そんなつかへんな。そんなつかないんでね、ちょっと買うだけ無駄やな。ただね、ちょっと東和ダーリン、ちょっとこれはちょっと買っとこうかな。うわ、これ見てください、これさらにゾロ目ですよ。これ間違いないな、間違いないな。ということで2万、思い切ってね、ちょっと2万とか買ってみますね。東和ダーリンですよ。いや、間違いないでしょ。もうゾロ目ですもん。ねえ。府中のマイルで繰り広げられるマイル女王決定戦、ビクトリアマイルのスタートです。よし、ダーリン。ダーリン、ダーリンですよね。2番、フェイバーワン。ちょっとタイミング合わなかったようであります。さあ、先行するのは何か。秋賢神社が先手を取りました。お、結構離れたね、前と後ろで。ユーマン、それから11番、モースフライト、北海セラスがそのうちにいます。その後ろでやりましょうか。5番、ワンモアラブウェイ。2番、フェイバーワン。外を通って、奥と。いやいや、楽しみですね、これね。ちょっとなんかドキドキしますね。4番、ドキドキしますね、本当にいいですね。そしてその後ろからエイシンテネシー。3番クリゲの馬体、大隅サインであります。1番後ろに9番、サマニベッピンであります。47秒。あ、いいペースじゃないですか。先頭1番ケイユーマンであります。前も残りそうやし、ね、後ろも届きそうやし。果たしてどの馬なのか。さあ、ムチを抜いた安藤と、お、ムチ抜いたか。さあ、ダーリン、ダーリン来るっちゃ、ダーリン来るっちゃ。一気に抜けた。2番手にケイユーマン、外から何が来ているのか。オクトベガ、ダーリン来ないっちゃ、ダーリン来ないっちゃ。外を通ってオクトベガか、このまま粘れるか。オクトベガ一着、ビクトリアマイル負けするっちゃ。残念。はい、4着5着でした。残念ですね。6番、2着、7番、ね、しかもね、2番以上の、しかもね、自分の方が負けてるっていうね。なんちゅうゲームや、ほんまに。気合十分ですね。いい感じですね。ちょっとほんま 1.2 とか 1.3 で負けすぎやってねえ。ほんま負けすぎ。せっかく神社やったのにな。よし、ということでね、もうそろそろ1時間になるんで、帝王賞でね、終わりたいなと思います。なんでやねんって。なんでやねんっていう、ほんまに。メダル増えへんわね。この月毛のお守りいいですよね。ぶっち白毛もいいですよね。1.3、まだ2着なんかな。投票受付を開始します。ね、覇王君臨してないしな。まあでも結構なんか今回すごい美味しそうな馬券がいっぱいあるね。ね、力あるが、スタビライザーもね、いいですよね。カリブソングもね、これやな、ミスター東人やな。いや、結構いいのがなんか揃ってんな。なんか取りこぼしそうやな。全部買っときたいところですけれども、人気のない方買っとこう。もう3万なんで、3頭を選んで、1000枚ずつ流したいなと思います。ね、ミスター東人、プレザント、そしてカリブソングいくか。いや、ここはスタビライザーやろ、ここはね。なのでちょっとね、2、9、12のワイドで1000枚買っといて、でちょっと1の500枚。よしよしね、2、
では1、2、9、10です。1、2、9、12、しゃあ、もう負けてくれていいよっていうね、負けてくれていいよというかね、むしろ負けてほしいなっていうね。強豪たち、帝王の称号を手に入れるのは果たしてどのようなんでしょうか。覇王ね、帝王の称号をね手に入れるために覇王は君臨してきたわけですよ。切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、ね、果たして何がいくのでありましょうか。いや、神社の演出見れてテンション上がったのにな。11番ブルーファミリー、やはり行きました。ちょっと離されまして、ドミヒノポルンはそれ、ね、コメントでもいただいてましたけど、あの通常の皆さんどうですか。マルデンスキーとエアグルーブで、ね、通常ですよ、通常ってあのコメントいただいてたんで通常らしいんですけど、ね、怪物演出乱発してるみたいですね。皆さんどうですか、出てます。僕ね、怪物の演出出たことないですね、まだ。うん、皆さん素晴らしいですね、本当に。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。いまだにね、僕30万いってないですからね。早くね、ちょっとね、箔をつけるためにもね、30万いきたいんですけどね、なかなかね、本当にうまくいかない、まあ、見ていただければね、分かる通り、うまくいかないんですよ。よし、ってことで争いだ、秋君神社。さあ4コーナー、夏の夜に頂点を。お、手応え良さそうやな、秋雲神社。先頭行くピンクの帽子はブルーファミリー、懸命に手を動かし、夜やんスタビライザー。神社スタビライザーが差を詰めてきた。外をついてスタビライザーが来ている。頑張る頑張る、マトバとブルーファミリー。お、チアーズアートもどうや。先頭だ、ホワイトシルバー、懸命に追うスタビライザー。1着負け取りやんけ。勝ったのは2番スタビライザーだ。ちょっと待って、人気スタビライザーをは来ましたね。スタビライザー来たけど、2番人気、3番人気、じゃあ1番人気、2番人気、勝ったもん帰ってきたな。1着勝ったもん帰ってきた。2着東郷、1番人気、3番人気ですね。11番はい、ということでね、ね、今回、ね、そろそろ1時間でね、これで終わりたいなと思います。なかなかね、うまくいかないですね。はあ、うまくいかなさすぎでしょうっていうね、こういこれ、ちなみにあれですからね、本当にね、皆さん見ていただけてる皆さんもね、あの確認してもらってると思うんですけど、ダート星ですからね、ねえ、ね、1.3 倍でね、もう2着が続くっていうね、そんな状況です。はい、うまくいかない状況が続いてますけれどもね、もう本当に心が折れそうなんですけれどもね、ね、6月ね、ウォッカでね、レジェンドがまた増えますんで、楽しみにやりたいなと思います。そして、ね、10日帝王デイワスカルトお持ちの方はね、もう3頭一気に増えるわけですからね、ぜひね、楽しんで いただければなと思います。はい、あ、今回もね、残念な結果に終わりましたけど、次回ね、あの実名 SP ランキングの方ね、実名馬ランキングね、ウォッカやっていきたいなと思いますので、ぜひね、そちらの方もね、見ていただければなと思います。はあ、アキ君残念だったねって思っていただける方、ぜひね、次頑張ってねって思っていただける方はね、チャンネル登録してね、次回の動画も見ていただければなと思います。それでは皆さん、いつもありがとうございます。コメント、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。はぁ、元気が出ねえわっていうところで、今回終わりたいなと思います。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。